そしてその後方、9位争いに動きがありそうだ。8号車が86号車を追い詰めている。トップスピードには圧倒的に分があるポルシェ、彼ら GTS。 一瞬たりともスリップストリームにはつきません。パワーの差を誇示するかのように一気に右サイドから並びかける。接触した。塔の恩恵を最大限に受けるためのギリギリのアクションなのか。塔に入ろうとする車からフレンチキスをもらうなんて、レース人生で初めての体験だぜ。空気抵抗の軽減により86号車が8号車に吸い寄せられるように接近しています。しかしそれも一瞬の出来事。8号車は大気の壁をものともせず車速を上げていく。効果を過ぎてブレーキングポイントが迫る。大きくリードした8号車が一足先にブレーキング。なんと86号車がブレーキングを遅らせて、その感覚を一気に詰める。おい、これって相葉真が2の前じゃ。19歳の若者が凄まじいばかりの闘争心をむき出しにします。クレバーなだけではないぞ片桐かなた。世界一と称されるポルシェのブレーキに果敢に挑む。曲がれるのか、曲がってしまうのか。曲がった。ポルシェのブレーキが負けたわけじゃない、戦略のミスだ。ラストスパートでタイヤを使い切ってしまったんだ。それに対して彼はブレーキ勝負1回分のグリップを残していた。こんなモンスターが競争力のある車を手にしたらどうなってしまうんだ。 MFG の勢力図を根底から変えてしまうぞ。